効率のいい単語の英単語の覚え方についてお話ししたいと思いますで。その前に私の自己紹介を軽くね、こちらの方に挙げてます。えー、英語ティーチング歴はまあ大体25年以上ですで。今までね、歌手の方だったり、映画監督だったり、作家さんといったまあ著名人の方もたくさん教えてきてます。 で日本人のみならず海外の方ですねヨーロッパの方だったりアジアの方だったりにも英語それから日本語も教えた経験がありますで最後に私の著書ですが後ろにありますけれども「猫ローンで学べる英語発音」の本というものを実務教育出版から出しておりますで私の教材それから著書に関する詳細は下の概要欄にありますので興味のある方はねちょっとそちらを見ていただければと思います で早速ですけれども今日の本題ですね。効率のいい単語どうやって覚えればいいかっていうね <laughs> 効率よく覚えたいですよね英単語ってね。でその覚え方についてのお話をしたいと思います。でまずね1つ目はカタカナを利用するってことですね。これねもうカタカナ日本語にはカタカナがいっぱいあるでしょう。これを利用します。で、えー、もう一つ 2つ目は、派生語ですね。派生語を同時に覚えましょうということですね。それから3つ目、30秒1000本ノックで定着させます。えー、というふうに3つあるんですけれど、まずね、順にいきますね。まずね、カタカナ語ですね、えー。カタカナってもう本当に多分、今自分の部屋にあるものを1個1個上げていくと、その半分ぐらいカタカナじゃないかなと思うんですよ。ソファーとか、カーテンとか、いやレースのカーテンとか。 えー、いろいろありますけれども、全部カタカナですよね。なので、このカタカナを利用しない手はないです。なぜかというと、カタカナは音はね、でたらめでも、意味はほぼほぼ合ってたりするからです。カーテンは、カーテンはカーテンじゃないですか。<laughs> ね、えー。なので、意味はそのまま私たちわかってるので、それを利用しようっていう、そういうね、覚え方ですね。じゃあ、例えば、最近ね、流行りのミニマリスト。 ミニマリストって最近聞くでしょあのテレビで「こんまりさんでしたっけ片付けの人」ね整理整頓の方ああいう方がすごいブームになって流行ったっていうのもあってミニマリストっていう単語が結構最近よく目にしたり耳にしたりするようになってきたと思いますミニマリストって何かっていうと本来はいろんなことをこう表現とかを最小限にするとかっていうそういうところから来てるんですけれども もともとはだからミニマムですね最小限最低限っていうミニマムっていう名詞から来てますでミニマンっていうのはそれの形容詞形です最低限の最小限のですねでそこに IST がつくことによって何々する人っていう意味になりますでミニマンに IST がついてミニ a l i s t になってるわけですよでこの IST がつくと人になるっていうのは他に例えば ピア,ピアノ、ピアノですね。ピアノに IST がつくとピアニストになってピアノを弾く人、ピアニストになりますね。で、タイプですね。こう打つっていうね、えー。タイプに IST がつくとタイピストでタイプをする人、タイピストっていうふうになりますね。うん、あとはギターですね。ギターですね。で、それに IST がついてギタリストでギタリスト、ギターを弾く人っていうふうになります。 同じです。IST で何々する人っていうふうに覚えておくとこういうのを設備字っていうんですけどねでこれを覚えておくとあ IST が好いてるからんかする人だなっていうふうに分かりますなのでメニマルな主義の人だからメニマリストですね最小限最低限でえ必要なものは持たないっていう主義の人っていうことですねでそこから今度はメニマリズムっていう単語がありますこのね ISM なん、ね、とかイズムっていうのは、えー、何とか主義っていう意味ですこれね結構日本語でもなんとかイズムっていうじゃないですか、えー、なので知ってる人多いと思いますなんとか主義ですなので目のマまな主義のことをメニマリズムです最低限最小限でいくっていう主義ですね余計なものは持たない主義っていうのがメニマリズムですねでもう一つ今度はその最低限主義のっていう形容詞です 最小限、最低限でいくっていう、そういう主義のっていう形容詞が i ニマリス s t i c リスティック、スティックでこのティックがつくと形容詞になります。なんとかティックですね。オ、えートマティックとかロマンティックとかっていうふうにティックがつくと形容詞っていうのこれもねあの覚えておくといいと思います。最小限主義のですね。でもう一つ、今度は m ニマライズ。 なん、ね、とか IZE でこれで動詞になりますミニマルにするっていう意味ですね最小限最低限化するっていうのがです結構いっぱいあるでしょうねこれ5つぐらい出てきたと思うんですけどこの i m マムっていう最小限最低限っていう単語から発生して5つとかっていうのがこう一気に覚えてしまえるんですよ。 そうすると、1回につき5個とかって覚えることによって、例えばじゃあ、10個単語があったら、50個覚えることになるわけですね。で、100個単語があれば500個っていうことで、非常にね、覚えるのに効率がいいんですよ。バラバラではなく。なので、ミニマムって最小限、最低限っていうところから、派生していく。ね、ミニマ i リズムだったら最小限主義ですね。で、ミニマラ m a だと最小限化するですね。 でミニマリストだったら最小限で行く人ですっていう風に派生語をね一緒に覚えるっていうことをやってみてください。で、もう一つこれ大事なのがね、やっぱね音なんですよ。ねカタカナのいいところは意味をもう分かってるってこところなんですね。ミニマリストっていうのはもうさの余計なものを持たないで。 こう最低限の荷物だけでやっていく人っていう意味はみんな知ってると思うんですね。でもミニマリストってもうタタタタタ,タってこれもう日本語ですよね完全にね。で日本語のこの発音だと知ってても言った時に通じないですしおそらく言われた時に聞き取れない可能性があります。なので正しい音を入れていくこの作業をやってほしいんです。で例えばミニマリストだったらミニマリストではなくて実際の発音は トでですす頭にアクセントですタタタタンメニマリストメニマリストタタタタンタタタタンですねこれ結構ね大変だと思います実際のところなぜかというとカタカナが先に入ってしまっているのでその音とリズムっていうのがやっぱねすごく強く入ってるんですよでそうするとなかなかね抜けないですそれが なので何度もやる必要があります。ここで聞いてくるのが30秒千本ノックです。30秒間ずっと繰り返して言います。ミニマ i スト、ミニマリスト、ミニマリスト、ミニマリス i ミニマリスト、ミニマ i スト、ミニマリこれ1秒に1回言えるので30秒間30回言えます。最初はね、1秒で言えなくてもいいです。最初は、えっと、メニマ i ス i m ニマ i ス t みたいな感じでゆっくりでもいいですでですゆっくりでそしたらまあ30秒に10回ぐらいかな。うん、でだんだん少しずつ少しずつ速くしていってえ普通の速さ普通の速さメノリスです。この速さで言えるまで練習します。この30秒1セット1000本の奥って私言ってるんですがなんで1000本のくかっていうとまあその30秒1セットっていうのを1日 まあ、四五回やると、一日だけで数百回言えるんですよ、ね。本当にこの隙間の時間を利用して、朝なんか準備してるときとか、トイレに入ってるときとか、お風呂に入ってるときとかね、うん、着替えてるときとか、30秒って隙間の時間あるので、そこを利用して一日何回もやれば、それだけで数百回言えるので、まあ一週間も経てば千回ぐらい言えるんですよね。で、千回ぐらい言うとね、本当にね、浸透します。minimalist っていう単語が。 頭の中中にに細胞の中に入っていきますでミニマリストっていう音からミニマリストに変えていく作業ですねこれをやってくださいここまでやらないとあの単語を覚えても使えないですで、えー、もう一回整理しますとまずこのカタカナの単語ですよね、えー、それを利用して派生、えー、語も一緒に覚えそして、えー、30秒千本ノックを繰り返すことによって 音を定着させ,させていくです、ね、えこれをぜひぜひやってみてくださいで。たくさんこういうカタカナ語ってあると思うのでカタカナ新しいカタカナ語が、ね、出てくるためにえこれって英語で何て言うんだっけって調べましょう。でついでに派生語も覚えるで。千本ノックで音を定着させる。でやるととっても効率よく英単語を覚えていくことができます。で最後にですね単語だけだといまいち使い方がわからないじゃないですか。 なので、フレーズで練習するといいです。例えば、私はミニマリストなんです。ね、余計なものはもう持たないんですよ。もう服もいつも同じのを着るようにして、使い回しするようにして、えー、そういうふうに生きてるんですって言いたいのであれば、I'm a minimalist ですね。I'm a minimalist.I'm a minimalist。なんか、ちょっと早口言葉みたいでしょ。<laughs> これをまた30秒で千0 0 0本の句やるんです。I'm a minimalist.I'm a minimalist.I'm a minimalist. I'm a minimalist 皆さんもやってみてください最初はうまく言えないと思うのでゆっくり I'm a minimalist 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 I'm a, a minimalist こんな感じでやるといいかなと思いますぜひぜひ参考にしてたくさん単語を覚えてみてください以上ですね今日はこの効果的な 単語のの覚え方についてのお話でした。何かコメント質問とありましたら下のコメント欄に書いてくださいで今回の動画が役に立ったっていう方はいいねボタンをね押してください面白かったっていう方はぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします OK see y a